向かい来るのは、はい、来るのはで、ね、JR 四日市駅でございます、はい、すっからカンタロウやん、すっからカンタロウやな、まあ、なんとか草加とかあったけどな、うん、中日新聞、2008年15年前か、うん、一気に綺麗になってきたな、うん、景観が、うん、別にあっちが汚かったわけで、あ、汚さもあったなちょっとっていうのは、栄えてんのが近鉄のある側の諏訪栄町の方やね、まあ、でもその廃れ具合がちょっとバブルより以前の感じだったよな、確かに、うん、ぐらいの廃れ方というか、うん、いやどうなんやろうな、結構でも昔から廃れてた感はあるというか、いやでもどうやろう、あれはでも廃れ具合廃れすぎか、何を一人でずっと廃れすぎか、あれは分からん、分からんけど、でちょっともう腹が減ってやばいから、そう、うん、もう四日市って言ったらやっぱもうソウルフードがあるやん、なんすか、トンテキ、あ、そうなんや、トンテキ、もうそれもう四日市発祥やねん、トンテキなくして今日帰られへんから、うん、トンテキ発祥の店近くにあって、うん、来々軒かな、はい、本日火曜日、うん、お休みでございます、定休日、そう、あともう一個有名店あって、お、一楽ゼロゼロ、こっちも見てゼロゼロ、トンテキーって店どんだけやん、トンテキーって店あるから絶対なんだちょっと待って、え、定休日ちゃうで、え、開店で8月29日見て、誠に勝手なドンピシャやん、マジでえ、ドンピシャ、誠に勝手ながら、さあ、しゃあない、もう腹減ってしゃあなかったやん、ほんまに完璧やったん、ここにしようか、じゃあいただこうかしら、はい、この四日市をな、盛り上げるべく、なんてなんて、腹減ってんのいただきます、はい、完璧みたいに言うやん、よくわかんない、イントネーション完璧いいやん、それじゃあ、ね、これも、あ、もう完璧、じゃあ完璧やね、それは完璧やね一番好きな味やな、タランタランゴか完璧やん、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまです、食うと、うん、